体幹がしっかり鍛えられて姿勢が良くなる、お腹がへこんだ姿勢になる、エクササイズ後の有酸素運動になる、メリットしかないんです。ウォームアップが大切です。腰を振りながら体幹部分をストレッチしていきましょう。足肩幅で腰振るだけ。腰をね、右回し左回しって動かしてください。この時にね、腰がどっちか痛いよっていう人はね、筋肉がやっぱり硬いんで、しっかり動かしていきましょう。私の場合は右回しが硬い、ちょっと痛いって感じかな。OK。 今度は上体を反らして前かがみ、反らしたら前かがみです。繰り返し、腰のストレッチ、お腹のストレッチです。OK。 今度は片足立ちでバランスを取ります。体幹が鍛えられます。ちょっとむずいよ、はい、これでね、手足いろんな場所に動かしてバランス取ってください。30秒できたらもうマジで優秀。でもバランス崩したら足ついてもいいです。また続けてください。これで運動神経がね、養われますから、しっかり足をいろんな位置に動かして。やべやべ、やってもうた。残り3秒での事故、時間が最後になるとね、バランス崩しますから注意。よし、反対、反対。おお、やばい、もうバランス崩した。なんてこった。油断したらダメですね。集中して、こんな私は静かなところでカメラに向いて集中してます。ほとんど独り言です。見てくれている人はね、ありがとうございます。OK。 歩いてはいるけどあんまり下半身のメニューしないよっていう人は今回は絶対できます。まずはゆっくり屈伸です。こんな感じ。もし全部立つのがね、辛いよって方はこんな感じでもいいです。スマホ入れでもいいです。こういう感じでね、膝を動かしていきましょう。OK。 次はね、膝をぐるぐる回しましょう。スマホ持ってるとちょっとね、難しいかもしれないですけど、持ってても置いててもいいです。足を閉じてね、これでもまあまあね、ももって結構疲れますよね。この後も30秒がちょっと不安かもしれませんが、別に休みながらやることはできるんで、頑張りすぎずマイペースでいってもいいです。 OK。 じゃあ次はね、スクワットです。足は広い方がいいです。このまましゃがんでね、体をね揺らすだけ。どんな揺らし方でもいいです。体を揺らすだけ。膝はね、伸びない方がいいです。ちょっと曲げた状態で、疲れるとね、位置を変えてください。いろんな動きをすればね、同じとこだけじゃないように使えてるんで、たまに膝ね伸ばして休んでもいいですから。いよいよ動かしましょう。 OK。 これをあと2回やるだけです。30秒間スクワットし続け
けるって結構すごいことなんです。これはねめちゃくちゃ簡単なので聞きます。いきましょう。しかも体重を右左って動かしてるんで、片足でスクワットしてるぐらいね負荷が乗ってるんで、めちゃくちゃ下半身強化にいいです。足を動かしてみてください。OK、 もう2セット終わりました。めちゃくちゃすごいっすよ。あと1回で終わりですから、すごい自信がつきますよね。はい、ラスト。まだ体力残ってるよって人はね、低い位置で動いてみてください。低い位置、もうだいぶ足に来てるよって人はね、もう無理せず、筋肉痛来たらねやるのが嫌になるかもしれないんで、高い位置で動いてください。おお、まあまあ息が上がる。 OK、足の指の筋肉を温めるためにグーパーやっていきます。両足同じようにグーパーグーパーって感じで動かしましょう。足の指の筋肉弱い人は浮き指といって、下半身のラインが崩れやすいので、しっかりねグーするっていうことも大切です。オッケー。今度は片足ずつやっていきます。人差し指の第一関節で足の親指をグリグリしていきましょう。ストレスのツボを刺激していきましょう。指の腹もねしっかりねやってください。人差し指が難しい人は親指でもいいです。好きな方の親指でねゴリゴリほぐしていきましょう。親指からやっていきます。特に親指がストレスのねツボなんで、ストレス溜めやすいよ、ストレス溜めすぎちゃうよっていう人はしっかりね親指をほぐしてください。いろんな方向からねほぐしてください。外側、真ん中、 OK。